りなです。そして岡本です。今日は3月7日あ、8? 8です。大会まであと2週間、2週間切りましたね。切りましたって。でもやっぱりこう背中のなんか昨日コメントで大円筋についてもうちょっと広くした方がいいんじゃないみたいなことを言われたんで、ちょっとムカつくんでぜひちょっと岡本さんにこの辺ですね、この辺のトレーニングを教えてもらおうと思います。で今日は背中トレをよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。少し背中の出力を上げるようなストレッチをやっていきますね、はい、でこの柱を使います。はい、柱を横に使う。え、鯉のぼりするってことですか？あ、鯉のぼりじゃないです。この状態で、はい、こう引こうとするんですよ、まあ、この状態で引く。ラットプダウンするような感じで力入れるんですけど、はい、それでこう収縮しないように足で押しながらこう伸ばす。伸ばすんですね。伸ばす。どこを伸ばします？この脇の。あ、その脇をこうやってと伸ばす。ストレッチですね。はい、はい、はい、この辺意識して、ね、あ、気持ちいい。そう、これなんかここがピーって伸びてます。そうそう、それです。で、ちゃんと力を入れてあげて、はい、これは PNF ストレッチっていうやつの一種です。はい、ぐーっと交換を込め OK、 よし。で、こうやって絞るときてるんですか？今終わったんでしたっけ？いや、始まってます。まあ、始まった。まだちょうちょうしか出ないんですよ、違う。あ、グッと、あー気持ちいい。ここも伸びてます。あ、そこも伸びて OK。 あ、後背筋で、はい、こっからその骨盤のこっちまでこうつながってる。あ、そうなんですね。そう、こう長いんです。めっちゃ気持ちいい。 OK です。はい、巻き方なんですよ、この仕方。ちょっと少し修正言えますね、はい、筋肉ってみんな鍛えてるとどんどんやっぱりこうなっちゃう。これ内旋って言うんですけど、圧倒的に内旋する筋肉の方が強いんですよ、はい、人間って、はい、後背筋も実は内旋筋になって、はい、後背筋も鍛えれば鍛えるほど実はこう肩前に内に行っちゃうんですね。内に行っちゃうんです。大胸筋もそうなんですけど、はい、で唯一外旋する筋肉っていうのが実はあって、はい、肩のインナーで、はい、極下筋ですね。それが肩を外旋させる作用があって、はい、それをインナーマッスルですね、インナーマッスル鍛えてあげることによって結構外旋しやすくなる。こういう動きって毎回した方がいいんですか？あ、これやった方がいいですね。できるんです。あ、チューブ持って。そう、エクスターナルローテーションって言うんですけど、で、これ肘つけた状態で、まあ、両手やって、で、これで90度まで開けば結構正常なんですけど。開かないですよ。全然開かない。手ですね。90度にします。90度にします。ここから、まあ、俺も硬いんですけど、私めっちゃ硬くないですか？かなり硬いです。これが90度ぐらいまで行けば正常なんですけど、行かないってことはやっぱり進撃の巨人のこうやって歩くやつ、知ってますか？ダメですかそれ。え、進撃の巨人知ってますか？知ってます。これで歩きますよね。これ、この動きがやりたいわけです。で、ちょっとこれは両手でやっても片手ずつアプローチしていくので、はい、じゃあまず左から行きましょう。左から。で、ここからこう開いていきます。で、その時にこの肩の中がギュッと収縮してる感じがあるわけですけど、じゃあまた戻していただいて、はい、広げて2。あ、ある。そうそう、これが今極下筋3。あ、待ってですね。4。あ、から肩。そうで、これが左右差あると、うん、左はラットプルダウン入るのに右が入んないという事例があるんですけど、はい、意外とこれやってみるとこう上がっちゃいます、手が。そうそうそう、これ叩いたらですね。うわ、痛い。7、そう、8、はい、9、10、OK。で、こっち逆側です。1、あ、めっちゃここ入る。そうそうそう、やばい、めっちゃ痛い。こうで、これ大体どっちだかがラットプランやってる時って、左と右どっちが入りやすいか分かります？どっちが背中使いやすいか。やっぱこっちの方が使いやすいはず。使いやすいですね。で、今の動き見てると多分極下筋こっちの方が弱いんです。あ、こっちが弱くてこっちが強いってことですね、うん、あ、そっか、これは結構曲がってますね。曲がってますもんね。そう、そうなるとやらなきゃいけないのはまずこっちの弱い方の活性化っていうのがなきゃいけなくて、ちょっと手で押さえるのでそこから動いてもらっていいですか？1、2、これ10回いきましょう。肘数で3。なんか深川亮みたいな感じ。格好が6。そう、肘5、7、8、はい、8、9、
下。OK。ここがめっちゃ痛いです。そう、結構この、まあ、極下筋でいう肩のインナーの方がちょっと痛いです。弱いと、はい、あの結局ラットスクワットの時も、あの、はい、内旋した状態でやっちゃうとやっぱり入らないので、ちょっと外旋の、外旋ですね、外旋の状態を引いてあげると、こう背中が使いやすい。はい。で、ここから今日やっていただくのは、あのラットプルダウンでも、はい、あの片手でやるラットプルダウンです、ね。まあみんなラットプルダウンでも両手でやること多いんですけども、はい、あのこの片手でやっていくことによって、あの、はい、まあ、偏りなくできる。左右バランスがなくて。そう、左右バランスがなくてですね。やっぱり両手でやっちゃうと、はい、まあやっぱり強い方で後半引いちゃうんですよね。うん、で後半きつくなってるとこうなってくる。あ、ありますね。でそうなると、こっちに 40%、こっちに 60% みたいな入り方がしてくると、はい、まあ、どん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 偏って増えてくるので、うん、まあ、それを防ぐために。お母さんバランスいいですもんね、筋肉の。筋肉の差が。結構それ意識してやってます、ね、うんうん、そう。それは本当に意識していかないと。たまにひどい人いますね。かなりいますね。なんかパーソナルトレーニングを受けてない人ほどあるあるなんですけど、はい、自分流すぎる人ほど筋肉のバランス悪いなって思います。あー、多分それ鏡見てやってないか感覚が弱いか、あのちょっと職人的な視点でトレーニングできないと絶対。そうですよね。そうなんですよ。あの感覚とか、あのそういう繊細なものをちゃんと、なんて言いますかね、あの考えてる、うん、感覚ですね。それが本当に弱い人が多いです。多いですね。特に男性が多い。男性多いですね。女性は意外にそういう、あ、女性の方がトレーニング見てると上手い人多いですよ。綺麗ですもんね。綺麗、本当にが。もう本当、フォームが下がりますね。で、これがあるのはこの動きなんですけど、ここですね、使いたいのは。はい。で、こう、外に持ってきながら引いていく。外に持ってきながら。そうすると、こう見ていただくと、うんうん、外側も。あと、ここも入ってますね、力が。あ、そう、三頭筋もね、使いますね。つながってるんですよ。うん、伸びて、縮む。縮む。伸びて、伸びて縮む。縮む。伸びて、縮む。縮む。ちょっと外に持ってくる方が、こう外に持ってきながら引くと、うんうん、大円筋よりになって、だからこれが、こう引くと、こっち側になるってことですか。そうですね。はい。でですね、はい、あの後背筋って、この、両方の骨から、あ、もうちょっと歯がいきますよ。まあ、こんな感じで繋がっているので、こう、お尻と肩を近づけるような形。お尻と、そう、肩を近づけるような形で引いてあげると、結構、収縮感が。これここに持っててもいいんですか。あ、そっちでもいいですよ。ここでいいですか。そう、そうです。はい、2、そう、3、そう、少し肘、はい、こうした方がいいですね。ちょっと内線が肘をこう、中に入れる。そう、中に入れて、中に入れる。あの水平に引くような感じ、あ、垂直ですね。垂直のように引くような感じしていくと、はい、この辺こうですか。そうそうそう、うん、頑張っていきましょういっていう感じですね。はい、七、そう、はい、八、はい、九、十、結構楽そうに弾いてますね。楽じゃないですよ。はい、二、そう、二、一、うん、あと三回いきましょう。はい、三。はい、C、 E、 ラスト、上になったらこう、この動作してる。この動作、そうそう、1、はい、2、はい、3、もう少し肩を落としてたんですね、はい、C、 そうそう、はい、5、5、はい、6、はい、C、 C、 はい、あ、C、はい、九、う、はい、十、う、はい、一、四、うん、あと一個、二、はい、はい、次、ラットプルダウン。ラットプルダウン、まあ、これあの、ニュートラルグリップっていうやつなんですけど、はい、これはあの順手ですね。順手で下がってるその間、はい、これニュートラルグリップですけど、これで、はい、まあ、よくラットプルダウンがみんなこう引く人多いんですけども、こう引くと結構僧帽筋チューブとか使うので、これをまっすぐな状態、はい、で、こう、うん、なんて言いますかね、雑巾拭きするような感じですよね、軌道的に言うと。
あと顎下に落とすぐらいですね。その三角の。これだとどうです、ちょっとあの大円筋とか広背筋の上部。ここがすごい動いてる。そうですね。このこれいきましょうか。はい。これ。はい。で胸が一、そう、はい、二。でこれ結構伸ばし筋のやつが多いですね。はい。そう。三。ストレッチが非常に大事です。背中。四。五。はい。そうそうそう。六。そう。万歳し。でもこの前より痩せましたよね。うん。私そうね。この前あれからどれぐらい落ちてます？体重2キロ落ちました。でこれ整理終わったら多分めちゃ痩せる。また減りますね。一。二、はい、三、うん、はい、四、ラスト、オッケー、はい、はい、はい、せーの、一、二、そうする近くで、はい、三、はい、四、はい、五。六、はい、四、四、はい、八、四、九、あ、十、ここからこれ、一、一、あと一回、二、うわあ、オッケー、ズンバー状態作っていただいて、はい、こう手まっすぐ伸ばします。ここから水平に引くような感じで、はい、引きます。で、僕は手引っ張るので、はい、抵抗しながらこう引くような感じ、はい、これでいきましょう。わかりました。まず四つん這い状態作ります。で、腹圧抜かないように、そう、で、そこから手前に伸ばします。そう、で、ここで小指が握ってもらっていいですか。思い切り小指が、はい、で、これで引っ張ってください。1、そう、で、ものすぐの力がないです。2、10回で、ね、死ぬような感じです。3、重い、うん、はい、4、1、はい、5、外に、外に引っ張ります。あ、そこ、6、5、くっ、4、1、8、ものすごい力がない、ものすごい抜いちゃってます。9、はい、5、はい、10、 OK。 男なら強いですね、力が。あー、でも片手で牽制しますからね。はい、じゃ引っ張って、せーの、1、はい、2、はい、ものすごい抜きがちです。ものすごい大丈夫、4、そう、ものすごい抜かないからだから、はい、5、はい、向か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 い、ずっと引っ張ったら、ずっと5、6、これ引っ張るより戻す方がいいです。8、はい、9、ラスト、10、 OK。 力は強い、ちょっと、はい、終わりました、今日の背中で、まあ、3種目、あ、3、1、2、3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 、
大円筋からその広背筋上部中部とか狙ってるような感じでやってます、うんうん、はい、ぜひ皆さん試してみてください、はい、以上、岡田ゆりなでした。そして岡本です。ありがとうございます。誠にありがとうございます。今日のね、レッスンのポージングは白鳥の湖をイメージしてみましょう。わかりましたか、岡本君？はい。じゃあ早速始めたいと思います。まず右足を踏み込む。その時にちょっとお尻を後ろに突き出しながらしゃがましてセッツ。この時に隣の人にバトンをもらうイメージでセッツをしましょう。そしたらその後にこの手を両手にしました。そしたらくるっと回ってこの時に足を寄せてショー。この時に交換音も一緒に寝ましょうせーのショーで、そしたらこれをクロスさせます。その時にくるっと回ってお尻を突き出します。突き出して審査員に向かって覗き込む。こんにちは、こんにちは。そしたらこれを起き上げます。そしてまたクロスターンを入れてセッツ。そしてこのままキューってこう北斗を作るイメージで
キュフラッシュポーズ。これであなたも優勝間違いなし。岡本くん、やってみて感想はいかがですか？マジでやるのかこれ。やりましょう。ぜひ皆さん、この尾形トレーニングを真似してみてください。ありがとうございました。